鳩山総理は自らが繰り返してきた5月という期限をとりあえず乗り切るために、難しい部分は全て先送りにしたに過ぎず、その先の展望は全く開けていないのが現状です。今回ほぼ現行案に近い辺野古周辺を移設先としたのも、地元との協議が全く進展しない中で一つの成果を示す必要があったために、アメリカとの合意を優先したからです。このため滑走路の位置や後方、徳之島への一部訓練移転など具体的なことには触れられていません。ある政府関係者は、曖昧にして継続協議に持ち込むしかアメリカと合意できなかったと解説しています。一方、さらに難しい対応を迫られるのは沖縄県側との合意です。辺野古周辺の海を埋め立てる場合には、沖縄県知事や地元名護市長の許可が必要なためです。ある政府関係者は、時間をかけて説明するしかないと述べ、負担軽減策などのメリットを強調して理解を求める考えですが、それ以外には打つ手がないのが現状です。さらに連立パートナーの社民党も県内移設に反対の姿勢を崩していません。今回の曖昧の決着で、今後鳩山総理の政治責任が問われることは避けられません。